やばい、ドキドキすぎるんだけど。あ、こんにちは。キャプテン、迎えに参りました。はじめまして。僕もパイロットでしっかり来ました。はじめまして。あれ、ここカナダ。あれ、ここアメリカじゃないん。あれ、なんでカナダだ。でもちゃんとほら、あ、本当ティム・ホートンだ。ケネディアン、カナダのティム・ホートンです。いや、なんか自分の国まで、迎えに来られました。すごく不思議な感覚です。はい、はい、迎えに来ました。よろしくお願いします。めっちゃ人乗ってるの。 いっぱい乗れないかと思いましたよ。フェリーターミナル2階まで人は溢れてて、ね、なんだよこれね。なんかライブかなんかあるんですかね。あ、そういうこと。はい。笑っちゃった、それ。カナダ来て何分後です。今1時間50分。カナダに来て1時間50分です。うん、3時間ぐらいで帰るってボタン出てた。失礼します。よいしょ。何です、それ。え、これコーヒークリスプです。あ、コーヒークリスプ。はい、これはカナダだけなんですか。はい。カナダに来たら必ずこれ。おお、はい、ポテトチップ買ったけど、はい、ケチャップポテトチップもカナダでしか買えません。ああ、そうなんですね。はい、すごい。なので、ケチャップポテトチップはワイフに、はい、コーヒークリスプは俺に。うん、カナダの味。こんな方でございます。すいません。もらいました、カナダの味。いただきます。これだからカナダ4年間住んだもんね。いや、そうなんです、うん、こう、え、知らなかった。家みたいなもんよ、マジで。うん、ずっとシアトルかと思ってました。昔、うん、学生的に、うわ、すごいな。うん、カナダの味。カナダにいるでしょ。この半島の、はい、あの先っぽ、はい、ポイントローバーって言って、はい、あの町はアメリカよ、はい、先っぽだけ。そう、俺航空地図で見て、この今見えてる右側の先っぽあるじゃないですか。 それがアメリカなんですよね。ポイントローバーです。どうやって入るんですか。もうほんと狭いじゃないですか。うん、カナダ人の別荘が多いけど、アメリカ人も別荘持ってて、はい、アメリカ人の場合一回こっちカナダに入ってからまたこっち行くっていう。すごい手前ですね。でもあのグラストリップがあって、はい、飛行機操縦する人は飛行機で行っちゃう。それいいですね。面白い。はい、なんかバードストライクしたみたいですけど。うそ、初めて。なんかいけないんで。で、なんか小鳥の、ほんとちっちゃい、多分スズメみたいな小鳥のなんか群れがバーってきて、焼き鳥やん。一匹だけかすったみたいな感じで。はい、それ大群が入んなくてよかった。いや、そうですね。どうだったの。それこそ俺車でバードストライクしたこの辺ね。フェリー乗りに行くときに、やべ、間に合わねえっつって、すごいここの田舎道にあの畑の中をダッシュでね、ショートカットしてたら、はい、パーンって鳥来て、ババーンって2羽くらい当たって、うわ、やば、やっちゃったと思って。マジか。その後そこネズミ引いたけど。学生の時で。何、人生の休憩に来たっすか。あ、そうですね、人生の息抜きに来ました。なんでそんな息抜きしなきゃいけないぐらいきついの。まあ仕事、最近は息抜きっていうか、なんかカナダに僕入国してから仕事とフライトと勉強と、まあ、家のこともちろんですけど、うん、俺とまあ結構 SNS と動画編集頑張ってるんですけど、うん、休み、仕事で休みもらえても勉強とフライトのプレッシャーがもうすごくて、うん、まあ、もう疲れてんなって思い始めて、まあ、頭が朝からすっきりしなかったんですよ、昨日。ほう。で、その時になんかもう性格的に多分カナダにいたらもう全部プレッシャー受け取っちゃうんで、ちょっとカナダ出ようかなと思って。結構繊細だよね。あ、めっちゃ繊細、ガラスのハートですよ。本当に。皆さん強がってるように見えますけど、結構。え、でもガラスのハートおもちゃが、この間こうやってあの、泡立ててちゃんと火そっすよ。あ、そうそう。俺あんなめんどくさくしないよ。ああ、そうです。偉いなと思って。気持ちよさそうと思ったけど。めっちゃ気持ちいいです。仕事だよね、やっぱり。いや、仕事ですよね、あそこまで。ネタ探して、編集かけて、撮影して編集してって、全部やると、やっぱ10時間ぐらい1日かかって、それで毎日出すって決めたら、毎日10時間でしょ。そうですね。ほんと仕事だよな。ブレーキが効かないと。ブレーキ、あ、ブレーキないです。じゃんじゃんアクセル。あ、もう全部アクセルです、僕。本当に、そうですね。もうアップダウンなんですね、結構ずっと。アドバイスが欲しければアドバイスあげるけど、なん
か自分で体験して得たいならそのままほっといてあげるよ。なんかそんなタイプの気がします僕って。なんか完全に空っぽにするっていうことができない人じゃん。うん、だからこそ、うん、それを無理やり自分にさせる日を作るっていうのが大事なことが分かった。あもう1日例えば24時間絶対何もしないって決めたら本当に何もしない、絶対何もしない、ほぼ飯も食わないぐらい。やば。じゃあ起きる瞬間からですかそれって。もう、うん、なんかそのいつもしなきゃと思ってることを一切しない。それこそ歯も磨かない。それをしないと続かないっていうのに気づいて、はい、ああ。だからブレーキが効かないから、はい、無理やりあのパーキングブレーキ入れる。ああ、すごい。なんかそんな感じだったよね。なんかそもそもね、多分ね、ちゃんとしてるんだよね、あの繊細な人って。あれをしなきゃこれをしなきゃっていう義務感と趣味と混ざってて。確かに。まあこれなんか医学的に話すとね、はい、交感神経と副交感神経っていうそのアクセルとブレーキがあるのに、はい、アクセルを踏み続ける人とブレーキを踏み続ける人っていうのが多いと。でそれを意識的にどっちを踏んでるかを自分で意識して、はい、今の俺の休みみたいな感じのブレーキを踏む瞬間をちゃんと作ると、すごい、要は体も悪くならない、精神的に持ち込まないっていう話なの。その説明めっちゃいいですね。それが結構ね、あの自分には聞いたような気がする。わー、めっちゃいい話聞きました。はい、バンダリーベイエアポート着きました。バンダリーベイエアポートでございます。今から国境を越える前のトイレ休憩です。なんかもうまだ30分ぐらいしか話してないのに、もうすごく心が軽くなりました。さすが、お話のプロですね。すごくお話上手ですもんね。上手くないよ。もうなんかめっちゃ全部吸い取ってくれるんですよ。いや俺家族とかうちの奥とか言わせると口から生まれたみたいな人って言われる。俺の同僚とかにもよく言うけど、はい、バンクーバー出身でシアトルだったりとかと、はい、シアトル出身でバンクーバーで働いてる人っていっぱいいるの。はい、あ、そうなんですね。で、金曜日になったら実家に帰るとか、若い人。へぇ、これ何ですか。あ、俺、初めて。え、初めてです。あのピースアーチっていうアーチの真下に、はいはい、真ん中にカナダとアメリカの国境線があるのね。はい、あー、そうなんですね。だからあそこの中をこう歩けるんだけど、こうやって散歩して歩くと行ったり来たりできるんだけど。あー、国境。うん。そもそもこのピースアーチってなんでできたかっていうと、アメリカとカナダで戦争したから。はい、あー、その時に国境線引いた時に、はい、これからの平和を願いましょうっていうピースアーチってなんですけど。面白い。歩いてみる。あ、いいですか。うん、じゃあちょっと行きたいと思います。うん、遅れないようにね。はい、今からアメリカとカナダの国境を10回ぐらい移動したいと思います。行きましょう。ちょっとこれ遅れたら、置いていかれます。うわ、すごい。 May these gates never be closed。 もう扉は閉めるな。お互いオープンでね、素晴らしい環境を築きましょうという、ここがカナダとアメリカの国境線でございます。では行きたいと思います。はい、アメリカ。はい、カナダ来ました。アメリカです。カナダ来ました。ちょっとアメリカの方が出よう。アメリカです。入りました。アメリカ来ました。どこだっけ、高松さん。あれ、どの車だっけ。ちょっと待って、分かんなくなった。分かんなくなった。めっちゃ国境でうろうろして、めっちゃみんなに見られてます。あれ、どこ。高松さんいました。マジでミスったかと思った。あ、焦った。マジで焦った。今焦ってこの時間になった。携帯から充電して。 How are you doing? Good, how are you? Hi. Right now?In Victoria, BC, Sydney. Everybody needs to go inside the building. Yep. With that orange paper. Yep. Give me one second, okay? Okay. I-94 out to you. Have a good 指紋検査終わりました。めっちゃ緊張しました。ちょっとだけ遠回りだけど寄ってくか。
夜のボーイングの校長やべえよ。てか見たことあるの？ないです、ないです。ないの？ないですよ。一回も？一回もないですよ。やば。だから俺結構それめっちゃ楽しみにしてて。うわマジか。やば、かっこよ。わ、夜のボーイングフィールドです。こちらが夜のボーイングフィールドです。夜のボーイングフィールドです。すごい。うわ長っ。長いよ。超長い。かランウェイ見えますかね。そう、かなり長い。ここは世界中の飛行機を作ってるボーイングシアトルのボーイング社です。この左側の工場の建物が世界で一番容積の大きい建物で、はい、今タワーに。多分フェニックスから来たあれだと思うんだ。長滑走路わかりますでしょうか。この長さまだ全然ある。これで半分。本当に世界中の飛行機あります。あ、見てください、皆さんおなじみの ANA です。この緑のがまだ塗られてないやつですよね。その737はこの工場で作ってなくて、またなんか飛行機三昧の数日だな。きっと楽しみにしたいと思います。最高じゃないですか。最高。飛行機好きには最高の街です。最高の街です。かっこいいなぁ。あのボーイング塗装のボーイングペイントのね、かっこいい。1号機2号機はそういう。あ、これ1号機2号機なんですか。どうだろう、 779XY だから多分、どうなんだろうね、2号機とか。今から夜ご飯いただきます。めっちゃいい匂いします。なんか鍋の匂い。一つ質問が、はい、あの毎朝ひげを剃るとき、はい、石鹸でやってるのって朝その話になったの、はい、こうちゃんとこうやって泡立てて、はい、あれ絶対微量用でって言ったの。いや、本当です。いただきたいと思います。はい、南極ってあれなのね、チリからさ普通の737とかで行くのよ。767の時、うん、で雪の上に着陸するんだよ、南極に。でそれそもそも誕生日の日の朝、はい、本当に誕生日当日の朝にここまでの上だって、はい、ああはいはい、あれ開かないんだよね、まあ、開かないです、うん、だからおしっこする時全部下ろさないから、はいはい、下ろして全部降りてるの。ここまでお尻も出てるわけ。それでこうやってシューッとおしっこして、はい、ふうってなった時にいたってなってでパッておしっこ見たらチンコの一番先に蜂が止まってるわけ。で多分おしっこがその蜂の巣にかかってたんだよね。気がつかなかった。それで脱いでるでしょ。はい。でもうほぼ裸や。そのままやーってなって、でその河原の石がどこどこどこってあるところを、はいはいはい、こう背中でこうやって這いながら逃げて北前進して超痛かったね。うーわ。で離れたと思ったんだけど、立ってみたらまだいるわけ。はい、やめろお前。でまたチンコとか来て、うわ。すごい。すごい、そういう話でございます。世界のお酒の中で一番古い、はい、そうなんですね。すごい昔の人が、はい、蜂蜜、蜂の巣かが発見したかなんかで、発酵してる蜂蜜を。はい。それを元に作る製法なんですって。今一緒にブッシュパイロットの、YouTube 見てます。ありがとうございます。あ、では乾杯です。あ、めっちゃ美味しい。本当にフルーティーでなんか蜂蜜のコクが
すごくいいです。そうです、こちらです、ラズベリーハニーワイン。今夜ご飯の鍋食べ終わったんですが、お刺身とフルーツが出てきました。どういう組み合わせだったの？ありがとうございます。4時だ。嘘でしょ。ほんと、お二人と話してて、飲んでたらこんな時間になりました。めっちゃめっちゃ楽しかったです。おやすみなさい。今日は寝ます。また明日です。おやすみなさい。